形式図14型はかつて日本統治下の台湾総督府鉄道に所属したタンク式蒸気機関車である。元は未成に終わった台湾鉄道がアメリカ合衆国のボールドウィンロコモティブワークスに発注していたもので1898年9月に4両が製造された。番号は1から4であった。これらは台湾総督府に買収され鉄道部の所属となった。 しばらくそのままの番号で使用したが、重複番号もあったため、1899年10月に改番が実施された。2両ずつ南部、北部に分けられ、南部配置者は3、5、北部配置者は24、26と不満されたが、南北鉄道統合に先立つ1905年の改番により、14から17に改められた。 車軸配置2から4から2の単式2気筒飽和式のタンク機関車で運転室とは独立したタンクが設けられていたのが携帯的特徴である。この形態は山陽鉄道の10型と同様であり車軸配置2から6から2の北海道間接鉄道 D1 型から同軸1軸を減らして長さを詰めたスタイルで運転室から独立したタンクや 川水槽の形態などが同調していた。炭鉱を独立させ、運転台後部を開放した形態は、一見、亜熱帯気候の台湾に適合しそうに思えるが、開放度が大きすぎ、更新運転で雨となると全くそれを遮るものがないため、1905年に運転台後方に、ウェザーボードを設ける改修が行われた。当初の配置は、北部の2両が台北湖、 南部の2両がくこと台南湖であった。その後、かよし湖や高岡に分散していたこともあるが、1920年頃にすべて台北湖に集められた。1931年に14、15が廃車となり、残る16、17は引き続き台北湖にあったが、1936年に運用除外され、台北、高尾で非営業の洗い寛容に使用された。 1937年には、形式称号の改正が行われ、B31 型となったが、番号の変更は行われていない。両者の廃車は、1939年であるとの説も、あるが、16は、戦時中に爆撃にあって大破し、そのまま再起せずに1947年6月12日付で、廃車となった。17は、戦争を生き延びて、 台湾鉄路管理局に引き継がれ、1949年2月1日付の海盤で b k 1型となり、1951年度に廃車となった。同期はその後も解体されず、1956年頃までその姿を台北駅構内に止めていたという、ありがとうございます。